舞台の俳優アメリカ合衆国ウィスコンシン州出身アマデウスでのボルフガングアマデウスモーツァルト役で有名同作でアカデミー主演男優賞にノミネートされたウィスコンシン州ホワイトウォーターで生まれミシガン州プリーマスで育つ4人兄弟の末っ子15歳の時に家を離れ インターラカンアーツアカデミーやユニバーシティ・オブ・ノース・キャロライナ・スクール・オブ・ザ・アーツで学ぶ。1975年にエクスでブロードウェイデビュー。1970年代、1980年代は舞台俳優として活躍した。1984年の映画アマデウスでボルフガング・アマデウス・モーツァルトを演じアカデミー主演団優勝にノミネートされた。その後も 舞台で活躍し、プロデュースも手掛けている。妻との間に、娘がいるとの情報が流れたこともあるが、2008年に、シアトルゲイニュースとのインタビューで公にこの情報を、否定し、リストに連なることを満足に思うと述べ、ゲイであることを、カミングアウトしている。With Amadeus, Tom h イ l s e f i n リ s His Career Clash Endowing People, December 10, 1984 ハルスファウンドヒズコーリングインアンナーバー、S シアターコミュニティデトロイトフリープレス、エイプリル18、2010。ありがとうございます。